保存状態の良い江戸府神殿はエジプト建築と建築彫刻の一例である。古代エジプト建築は古代エジプトにおける建築である。歴史上最も他の文明に影響を与えた文明である古代エジプトはナイル川の川西に多様な建築物と巨大な記念碑を極めて多数建造した。それらの中で最も巨大で有名なものはギザのピラミッドとギザのスフィンクスである。 乾燥機構のエジプトでは森林が発達せず木材は不足気味だった。このため古代エジプトで主に用いられていた建材は日干しレンガと石の2つであり石は主として石灰岩が使用されたが砂岩とか鉱岩も相当な量が用いられていた。エジプト王国前期から石は主に墓や神殿専用の建材であり一方で レンガは王宮や要塞、神殿境内や都市を囲う壁、あるいは神殿複合体の中にある補助的な建物を作るために用いられていた。ピラミッドの中核部分は現地で切り出された石、レンガ、砂利からなっていた。ピラミッドを覆う化粧石は遠隔地から運ばねばならず、主に白い石灰岩は、トゥーラから赤加工岩は上、エジプトから持ち込まれた。エジプト文明に、 特有な建築物の中東の形に関するスケッチ古代エジプトにおいて家は日干しレンガで作られていた。ナイル側から採取した泥を型に流し込み、適度な硬さになるまで熱い太陽の光にさらして乾かした、あと建材に用いた。多くのエジプト文明の都市はナイルダニの工作地域にあり、千年にわたって徐々に隆起してきた川床として、 工場的に洪水の被害を受け、あるいは建物の素材であったドレンガが農民に肥料として用いられたために現存していない。それ以外の都市は新たな建物が古代のものの上に築かれているために現在は見ることができない。しかし幸運なことにエジプトの暑く乾燥した気候のおかげで一部のドレンガの遺構は保存されている。ディールエルメディナの集落や花粉にある エジプト中央国の町、ブヘンとミルギッサの要塞がその例として挙げられる。また、多数の神殿や墓所が、ナイル川の洪水の影響を受けない高台に、建てられていたり、石で作られていたために、現在も残っている。以上の記述からも示唆されるように、我々の古代エジプト建築に対する理解は、主に宗教的な遺跡に基づいているものである。 厚く傾斜があり、ほとんど開口部を持たない壁によって特徴付けられる大規模な建造物は土壁において十分な建造性を得るために用いられていた建築法に影響を受けた可能性がある。同様にして彫刻が施され、平たく設計された石造りの建物の表面装飾は土壁装飾から着想を得たものかもしれない。 アーチ構造はエジプト大洋王朝の時に発達、普及したが、あらゆる近年碑的建築物には、マグサイシ構造が用いられている。マグサイシ構造とは、外部の壁と狭い間隔に設置された支柱によって、支えられた巨大な石のブロックでできた平らな屋根のことである。建物内は、柱と同様に、外壁あるいは内壁は、 ヒエログリフや図示された色とりどりのフレスコ画や彫刻でいっぱいであった。エジプトの装飾におけるモチーフの多くはスカラベや神聖なカブトムシ、高級、ハゲワシのようにシンボル化されたものである。その他の一般的なモチーフの例として挙げられるのはヤシの葉やパピルス、スイレンのつぼみや花である。ヒエログリフは歴史的な出来事や呪文を記録するため、または 装飾的な目的のために掘られた。加えて、これらのフレスコ画や彫刻のおかげで我々は古代エジプト人の生活、身分、戦争、信仰について知ることができる。このことは特に近年古代エジプトの基人の墓所を発掘する際に顕著に実感される。古代エジプトの神殿はイタリテにや文天といった各出来事の瞬間に、 正確な計測を必要とする天文学的に重要な出来事に基づいて整然と配置されていた。最も重要な神殿における計測は儀式としてファラオ自身が言った。ギザの共同墓地はエジプトの首都カイロの郊外にあるギザ大地の上にある。この古代の遺構の一群はカイロの中心街から 20km ほど。 南西のナイル川のほとりにあるギザの旧市街から8キロメートルほど砂漠に入ったところにある。この古代エジプトの共同墓地はギザの大ピラミッド、カフラー王のピラミッド、比較的小さめなメンカウラー王のピラミッド、そしてそれらに付随する王妃のピラミッドとして知られる、たくさんの建築物、スフィンクスで構成されている。ギザのピラミッドエジプト第四王朝期に建てられた。 ピラミッドは王への信仰と権威を強調するためのものであった。それらのピラミッドは墓所、そしてファラオの名前を人々の記憶に永遠に留めておくために建造された。その大きさと簡素なデザインはエジプトのデザインと大規模なものに対する工学の技術の高さを示している。紀元前2580年に完成したと言われるギザの大ピラミッドは ピラミッドの中で最も古く最も巨大なものであるが、世界の七不思議の中で唯一現存するものでもある。カフラー王のピラミッドは、カフラー王の治世末期である、紀元前2532年頃にできたとされており、カフラー王は先祖のピラミッドの隣に自分のピラミッドを建てることに執念を燃やした。彼のピラミッドは、彼の父のものほどには高くなかったものの、ピラミッドの基礎を、 約10メートル父のものより高い場所に作ったことにより、彼のピラミッドの方が高いような印象を与えることができた。ピラミッドを建てるにあたって、カフラーは母書の守護者として大きなスフィンクスを作らせた。ファラオを想起させる人間の顔に、ライオンの体というデザインは神聖を表す、象徴として500年後のギリシャ国家で見られるものである。 スフィンクスは砂岩の巨大なブロックを掘って作られたもので、高さは約20メートルある。メンカウラー王のピラミッドは紀元前2490年前後に建てられたもので、その高さは三大ピラミッドの中では最も小さい約65メートルである。大衆文化の影響で人々はピラミッドの内部は洞窟対策のために多数のトンネルが張り巡らされており、 かなり複雑な構造をしていると信じているが、その認識は実際の事実とは異なる。ピラミッド内の通路は極めて単純なもので、多くは石室に直接通じている。ピラミッドはあまりにも大きかったため、内部に巨万の財宝が眠っているだろうと洞窟者たちを引きつけてしまい、いくつかのピラミッドは封印されてから比較的早い時期に洞窟の被害を受けている。時には、 ピラミッド内に追加のトンネルがあることもあるが、これは建設工事者がどの程度の距離まで近くを掘って、墓所を作ることができるかを把握するためのものである。また、洞窟者たちのせいで、クフ王、カフラー王、メンカウラー王以後の王たちは知られぬまま王家の谷に葬られていると信じられていることがあるが、これはもちろん誤りである。 ピラミッド建設は小規模になっただけでその後の多くの王朝で行われていた。最終的にピラミッド建設は洞窟ではなく経済的な原因により止められた。ピラミッド建設は奴隷たちの労働によってできたと広く考えられている。一部の学者は建設を支えた労働者の多くは農寒期の農夫たちであったと考えている。すなわちピラミッド建設とは 公共事業だったという考え方である。いずれにせよ、ピラミッド建設は、奴隷労働なしでは成り立たなかった貴族の生活様式を象徴するものである。カルナック神殿複合体は、ルクソールから2 5キロメートルほど北に離れたナイル川の河岸にある。主に、アメンオーミワドのモントの神域、ムトの神域、アメンホテプ4世の神殿という4つの部分で構成されており、 それら4箇所を取り囲むように建てられた壁の外に、いくつかの小さな神殿と聖域、そして元の神域、アメンオーミワドのルクソール神殿を結ぶ、羊の頭を持つスフィンクスが立ち並ぶ通りがある。カルナック神殿の多重式ホールカルナック神殿と、エジプトの他の神殿、遺跡の鍵となる違いは、建造、使用されていた期間の長さの違いである。建築工事は、 紀元前16世紀に始まった。おおよそ30人のファラオが建造に携わり、他に見られない大きさと複雑さ、多様性を持つ建物となった。カルナック神殿の一つ一つの構成建築物自体はそれほど個性的ではないものの、大きさと構成建築物の数は多を圧倒している。ルクソール神殿はナイル川の東岸にあるルクソール古代には、 テーベと呼ばれていた。の市街の中にある古代エジプトの神殿複合体である。建築工事は、紀元前14世紀アメンホテプ3世の治世に始まった。ホルエムヘブトツタンカーメンが支柱と彫像とフリーズを増やし、アメンホテプ4世は、早々に父のカルトゥーシュを消し去ってしまい、アテンを称える霊廟を建造した。しかし、 最も大規模な拡張工事は、最初に神殿の工事が始まってから約100年経ったラムセス2世の治世に行われた。ナイル川の東岸から見たルクソール神殿。ルクソール神殿は、ラムセス2世が23メートルの高さの最初の東門を建てたことにより建造が始まった。東門は、ラムセスの軍事的功績を称える装飾が施されている。 後のファラオたちも彼らの戦績をそこに刻んでいった。この神殿複合体の正門にはもともと六体のラムセスの巨大な彫像が立って脇を飾っていたが現存しているのはそのうちの二体である。現在神殿を訪問するとこれらに加えて25メートルの高さのピンクの花崗岩でできたオベリスクを見ることができる。このオベリスクは1835年まで一体の ものであったが、片方はパリに運ばれ、現在はコンコルド広場に立っている。東門は集中式の中庭に繋がっているけれども、この中庭もラムセス3世が作ったものだ。この区画と東門は神殿の残りの部分からすると斜めに建てられているが、これは北西の角にすでに存在した3つの船の霊病に対応するためのものであったろうと考えられる。 集中式の中庭ができた後、アメンホティップ三世が作った14本のパピルス中東の柱が並ぶ100メートルの廊下が続いている。フリーズはヌト祭りの場面を表しており、カルナック神殿の池にが左上、アメンがルクソールに降臨するところが端に、機関が反対の端に描かれている。装飾はツタンカーメンによって設置されたが、描かれた少年のファラオの名前は、 ホルエムヘブの名前で上書きされている。中楼は集中式になっているが、柱の中にはアメンホティップの時代に作られたものもある。もっとも保存状態の良いものは東側にあり、元々の色の痕跡を見ることができる。この中庭の南側には36柱からなる多中式の中庭があり、神殿の暗いうち部屋へと続いている。ありがとうございます。